言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事前でねラジオ発信で失礼しますけども、明るいニュースがあります。多分サムネにもしてあると思います。 BE:FIRST がデジタルシングル1位ということで、あとは10位にはドラゴンボール関連作品が急上昇みたいな感じで書いてあります。まあ鳥山明先生も亡くなってしまってですね、まあ天国でも漫画書いていてくださっているといいななんて思ったりしますが、BE:FIRST ギフテッドオーケストラバージョンが初週ダウンロード数 2.9 万ダウンロード、28,642 ダウンロードですね、まあ約 2.9 万、まあとにかく 28,642 ということで、結構まあ当然メインストリームの時ほどには行ってないとはいえ結構な数字だと思います。私もダウンロードもちろんさせてもらってますし、いくつかの媒体でね、結構その X で呼びかけをかなり頑張ってらっしゃった方がいました。なんかね、それを見て例えばですけどね、まあおそらくご本人にもねいろんなこととかあると思うんですけどね、でもやってました。リコさんとかもそれについてもやってましたからね、YouTuber のね。でまあとにかくそれも功を奏して、はい、オリコン週間デジタルシングルランキング初登場1位でございます。いやー良かったですね、ダウンロード。まあ要するに何が良かったかっていうと、でさらには皆さんが何をすごく頑張っていたかっていうと、つまりまあ結構皆さんも知ってらっしゃる方いると思いますけれども、現在そのオリコンのデジタルシングルランキングで歴代3位なんですよね。 BE:FIRST が1位が米津玄師さん、2位が YOASOBI さんで、要するに現在歴代3位で、でこのデジタルシングル通算1位獲得作品数、連続じゃなくて通算ですね、通算1位獲得作品数、こちらの記録を自己更新したということになりまして、これが要するにすごいなっていうことで、要するにこの、リリースのタイミングとかペースにもよりますけど、つまりここで1位を取ったら次のコンセプトシングルメインストリーム、マスタープランの方で2位に並べる可能性があると。 YOASOBI さん、YOASOBI さんも結構リリースのスピード速いイメージがあるので、まあ分かりませんがね、とにかくそこに行こうっていうことで頑張っています。はい、でやはり強敵はブリンパンパンポーンでしたね、クリーピーナッツ。私としてはね、クリーピーナッツも非常に大好きなラップグループで、ユニットで、とにかくね、このグループの曲が世界でも聴かれてるっていうことも非常に嬉しかったわけで、嬉しいわけです。でしかもね、この楽曲は1月に出てますから、もう超ロングヒットになってますよ。これから先もまだまだ行くでしょうね。で今週に関しても週間ダウンロード数 2.3 万ダウンロード、22,830 ダウンロードなので、まあ結果的になんとか6,000ダウンロードぐらいの差はつけられましたが、ただもうだいぶ時間が経っているのに、これだけのダウンロード数ってのはすごいなって思います。2月12日付でブリンバンバンボーンですが、こちらが2位にランクインしてから7週連続でトップ3入りを記録っていうことになって、累計ダウンロード数は158,628ダウンロードということになっています。まあ素晴らしいなと思っています。テレビアニメの主題歌、オープニング主題歌っていうところもありますが、いずれにしてもすごいなと思います。ちなみに10位にはあれなんですね、ドラゴンボール GT のオープニングテーマということで、すごい懐かしいなと思い、だんだん心を惹かれてくっていうね。私もこのアニメ見てましたから、ドラゴンボール世代でもありますしね。 Z の後の GT、賛否両論もありましたが、私はなんだかんだで GT 好きでしたね。だんだん心惹かれてくって曲ですね、知ってる方もいらっしゃると思う。で今みたいにサビのところがすぐに口ずさめるような感じになっている楽曲っていうのが昔の楽曲って非常に多いわけですけれども、そういう楽曲に BE:FIRST の楽曲もなればいいですよね。だけどきっとバイバイだけじゃ終わないとかは覚えやすいですしね。メインストリームはね、なかなか、メインストリームこっからそこまでズンズンズンとか、東京から直下でズンズンズンとか、歌じゃないけどね、ズンズンズンが覚えやすい気はしています。はい。で、BE:FIRST の週間デジタルシングルランキング1位獲得、
の作品としてですね、シャイニング1キックスタートギフテッド、実はこのすごいところが、まあ言ってみればギフテッドデビューまでにプレデビューシングルのシャイニング1とその後キックスタートで、ここでもうすでに2つ取っているっていうところでかなりの記録だったわけ。キックスタートはね、特にザ・ファーストの流れといいますか、あれを本当にイメージさせる楽曲で、まあ、当時のねザストのブームといいますか、その時のあれで言うとすごいそうなるだろうなってことだけど、とはいえね、とはいえですよ、なかなかのもんですよ。だってキックスタートは言ってみれば全然リードシングルとかではなかったわけだからね。まあ、シャイニング1キックスタート、ギフテッドでバイグッバイ、でもここの次にもバイグッバイですからね、ここでバッといったわけだからね。でビトレイヤルゲーム、スクリーム、ブンブンバック、スマイルアゲイン、メインストリーム、グロリアス、セットセイルで、今回のギフテッドオーケストラバージョンということですね。うん、まあスマイルアゲインの時は夜遊びアイドルが非常に強くてね、ここもヒヤヒヤしたもんですけどね、いろいろそれぞれ皆さんも思い出っていうものがあると思いますね。はい、でその感じで現在そのデジタルシングル通算 1位 獲得作品数が2024年3月25日現在で1位米津玄師14作品、2位 YOASOBI 13作品で、3位 BE:FIRST 12作品ということになりました。だから、まあ、YOASOBI もね、まだリリースのタイミングまたいつか分かりませんが、もしかしたらこのコンセプトシングル BE:FIRST が出すタイミングで13位並べる可能性があるという形なので、それで頑張っているんだと思います。はい、今日水曜日なのでね、オリコンもビルボードも結果がね、週間の結果が出ると思いますが、オリコンニュースの方で午前4時の段階でこうやって先にニュースがあったので、もちろんこのニュースリンク貼っておきますので、ぜひぜひご覧いただければと思っています。ちなみに今ちょっとそのまとめてくださっている方のやつを見ているんですが、ブンブンバックのダウンロード数は超えているっていう感じになってますね。スマイルアゲインがダウンロード 4.3 万っていう書いてあるので、でメインストリームはさらにそれを超えて5万6000というね。でグロリアスセットセイルも今回のギフテッド超えていますね。はい、スマイルアゲインの時はさっきも言いましたが、ちょっとねやっぱりスカイハイも少し今悪くはないけど夜遊びが強いって話をしてて、それで社長のその声でむしろ嘆きみたいな感じがあったので、私たちベスティもねまあやはり社長がこんだけ思いを強くしてるんならやんなきゃなって思って、そういうところがあったのでね、それがあったわけです。うん、まあそっから先ね、スマイルアゲインメインストリームあたりまでガンガンやっていって、でまあ次マスタープランの時にどのぐらいかといけるかですね。私もグロリアスセットセールに関してと、それからギフテッドオーケストラバージョンに関してのところでやっぱりいろいろと考えるところもあってですね、それでダウンロードはしましたが、ただあんまり強く進めるっていう感じにはしてませんでした。ちょっと他の界隈の方々に BE:FIRST を聞いてくださる方が増え始めて、その方々に BE:FIRST を紹介するっていう感じのそういう動画の撮り方を結構していたので、はい、ただやっぱり次のマスタープランの時は多分スマイルアゲインやメインストリームの時みたいな感じで行きたいなと思ってますし、まあ、今回のギフテッドに関してもちゃんとダウンロードもガンガンしましたから、うん、そういうところも含めて、はい、今後の流れっていう部分で次はマスタープランですね、はい、っていうところでいければと思うし、まあ、現状そのなんだろうな、ブリンパンパンポーンがどのぐらいまでこれから先続いていくかっていうところかなっていう気はします。はい、現状ね、うん、いやメインストリームの時はね本当にキングヌーさんだったり、まあ、YOASOBI アイドルまだ強い状態、アドさんだったりとか非常にね強い人たちがたくさんいました。まあ、今回もいるのかな、ちょっとその辺も含めてね、うん、ナンバーアイがねとりあえずリリースのタイミングが月が違うというところはちょっとありがたかったかなってところを正直思っています。ただこの先ちょっと分かりませんがね、はい、そんな感じでございます。はい、じゃあもう語らせていただきました。じゃあ仕事行ってまいりますね。はい、では失礼します。失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございます。はい、私グランパンパース BE:FIRST のドームツアーも見ることができまして、ありがたいことにとっても今気分が上がっております。私グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、
あのボーイズグループ J-POP カルチャーを世界にというところで、私も情報を提供する人間として自覚といいますか、そういったものも生まれてまいりました。新規の方が来ていただいた時に登録者数が多いと、単純に数字が多い方が信用できるっていうふうに皆さん思うので、だからそういう意味合いで新規の方が来ていただきやすいということになって、その分良い情報を提供することが、あのいろんな方に広くできるようになるという、そういう利点がございます。というわけで、あのそういう形で登録をしていただければと思っております。 YouTube 登録でご心配される方もいらっしゃると思うのですが、 YouTube の登録は無料ですし、そこに登録したからといって変なサイトに誘導されることは一切ございません。仮に私の動画が合わなかったというふうに思った場合、解除していただいても私の方にも一切通知が来ませんので、全く大丈夫でございます。はい、なのでよろしければと言いますか、ぜひ登録してない方は登録をポチッとお願いできればと思います。すでに登録してくださっている方は本当にありがとうございます。というわけでね、今後とも精進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。それではまた。